どうもです今日はですねあなたの人生の物語はあなたのものということについてお話ししたいと思います。えー、あなたの人生をですね、えー、どう歩もうがあなたの勝手です。まあ言い換えればですねあなたの人生はあなたの自由ですね完全な自由な状態なんですね。だからあのー、他人のね、えー、言動ですね 他人の言動を影響を受けてね、えー、自分の人生を不自由にしないでほしいなというふうに思うんですね。あのー、そうですね、少なからずね、えー、人っていうのは他人の影響を受けると思うんですね。 えー、自分はね我が道を行くっていうのを貫き通せる方であれば別にいいんですけども僕の場合で言いますとやっぱり少なからずねだから自分にとってマイナスになるようマイナスな影響を受けるようなことに関してはね、えー、ブロックしていきます。 えー、情報に対しても結構ブロックをしますねでブロックをすることによってね自分を見つめ直してですね、えー、自分が何をやりたいかどういう人生を歩みたいかということを見つけることができてですねほんで、えー、自分の人生自分の物語を歩んでいくようになるということになると思うんですねだからその他人の他人に影響を受けてですね えー、自分の人生をこう他人の人生を歩むというか他人に影響を受けた違った人生を歩むんではなくね、えー、自分の人生を、えー、歩んでいってもらいたいなというふうに思いますだから、えー「あなたの人生の物語はあなたのもの」ということについてお話しさせていただきました今日は短い動画ですけども以上となりますでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます